今伊勢市の駅からずっと歩いてきて、三田の湯、ここを今通り過ぎてます。これから、ハート1献血ルームハート1に行きます。実はもうすでに献血は済ましてるんですけど、ちょっと皆さん結構迷うんじゃないかっていうんで、ちょっとこれで動画にて紹介したいと思います。この前がこの学校ですかね。桜の木が咲いてます。時刻は17時20分。これがミタスっていうなんか広いでっかい駐車場があって、いろんな店が入ってるみたいですね。これは本屋ですかね。この建物は本屋です。本です。あと温泉もあるみたいですね。結構広い。車が結構置けます。この道をまっすぐ行きます。そうしますと右側に、伊勢の赤十字病院があります。ここです。伊勢の赤十字病院、かつてなんか上山田にあった山田赤十字病院がこちらの方に、引っ越してきたということで、移転してきたということで、これが伊勢赤十字病院。ハート1はこの先にあります。ちょっと速歩で歩きましょうか。速歩で歩きます。ウォーキングの要領で速歩で歩いてます。これはかなりのスピードですよ。これかなりのスピードで、伊勢赤十字病院です。これは処方箋の受付。ここは駐車場です。駐車場の中を横切りました。これです。この建物が献血ルームハート1。
ここです、性献血ルームハート1。ここです、ここです。おなじみの方がおります。とりあえず切ります。